写真撮ってすいません、可愛いです。あんまり触らないように甘噛みしちゃうから。あ、そうなの。可愛い。お二人よかったね。写真撮ってもらってんな。ねえ、おとなしくしてなさい、そこに。ね、お座りしてて、お座り。ね、お座りして。伏せ。ね、お利口だね。あ、ちゃんとしてる。これでも北海道県って暑さにとっても弱いんですってね。ああ、そうなんですね。じゃあこれからちょっと辛い。そう、だからね、昨日なんか30度ぐらいあったじゃないですか。ああ、そうしたらね、なんかぐてんとしてました。だからあの、水かけてやろうかなんて言ったくらい。結構凶暴ですよね。お茶でもよかったらどうぞ。あ、後で行きます。破けました。この時間帯は結構少ない。この時間帯は結構少ない。今のその日によってですね。あ、日によって変わるってことですか。昨日はあの長野から200円でいらっしゃるじゃないですか。お客さん来れるんですよ。あの70になったらお出かけパスポートって言ってね。あのこう定期バス普通は1200円ぐらいするんだけど、はい、その高齢者にだけ200円で、あ、そうなんですか。そういうのがあって、それに乗っかってね、来た人が結構いたんですよ。あ、その日によっていろいろですよね。はい。これ拭きよかった。
らいの。これは里向きなんですよ、はい、この辺で出ると違って、はい、これもよかったらわんこちゃん写真撮ってもらったから。すいません、ありがとうございます。いただきます。山菜って食べます？あ、山菜そばとかたまにいただきますけど。あ、本当に。多分本格的なものというか、あのこれはね、はい、原木の椎茸って言って、はい、知ってます？あの、おがくずで作る椎茸と、はい、原木、それ自然の木を切って、はい、菌を打ってね作った、はい、これ椎茸なんですよ、はい、これは周りで取った吹き味噌、これはね、きよちゃんずっと手作りしたんですけど、もし足しにしてください。これはね、はい、昨日それこそバスで来たお客さんが、はい、あの私の味見てって言って、あの、はい、なんて言うんですか、こういう山吹と違って、はい、なんて言うんだ、岡吹きってあの穴が開いてて、はい、長野の平野の辺の畑の端っこに上とえあるの、毎年こう出るじゃないですか、はい、それをね、見てきてくれたんですよ。あ、そうなんですね、お客さんからのプレゼント。いただきます。でも都会の人って結構あの山菜あんまり好きじゃないよね。あ、僕大好きです。あ、そう、はい、山菜大好きです。なんかね、冬なんかも漬物漬けてね、お客さんに出すと若い子ね、必ず残す。あの漬物いいですって言うから、今の子は漬物食べないんだと思ってそうだ、美味しい。